ユンさんお願いします。お願いします。最後なんで、はい、おね、はい、今日は 1時間ぐらいですか。1時間毎1時間ぐらいやっても大丈夫かなと思います。すいません。最後の1週間、はい、どんな風にこう過ごされたというか、どんな、練習をして、こう、どんなコミュニケーションを選手たちと取った1週間だったでしょうか。いや、もう普通通りにしました。まあ、あんまり言うことなかったですし、まあ、この前ホームの3周戦で、もう本当に勝ってほしいって言ったのを、もう本当に勝ってくれたので、まあ、それで満足ではないんですけど、でも、選手にすごいありがたい気持ちがあったので、本当に今週はもう最後の整理っていうか、自分の中でのまあそういうところもあったので、そういう一週間でした。まあ、可能性がなくなってしまって、その上がれる可能性がなくなってしまって、少しこうメンタル的にも、まあ、なんて言うんでしょう、違う一週、これまでと違う一週間というか、少し違う、うん、感じだったのかなというふうに感じる、思うんですけど、その辺は雰囲気としてはどうですか？いや、まあ、なんて言えばいいんですかね。まあ、すごくチャンスがある中で、まあ、いろいろ、まあ、内部で、まあ、いろいろあることで、まず、自身が少し揺れてるっていうか、うん、まあそういうところもあったので、まあそこを、うん、もっとこう、しっかりしていけば、まあ何を言われても、何があっても、もっとこう、目指せるところがあったんじゃないかな、ちょっとそういう反省は、まあしました。まあチャンスが、まあ2週間前も全くないわけではなかったんですけど、まあ正直、山形戦前に、まあそういう発表があってから、ちょっとプレーしたところもあったので、まあ、そこをなんとかしっかり地区になってなかったのが、うん、まあ自分の反省でありますね。うん。そこはやっぱり、まあもちろんジェフのそのクラブの内部のことは僕はよくわからないですけど、はい、難しいところというか、終盤戦戦う上でユンさんが難しいなと感じるところは、まあ、結構あったっていう感じですかね。いや、もう今回だけじゃないですね。もうこの2年間、まあ与えられた、まあいろんな面で、まあなんとか頑張ろうとしましたけど、やっぱり自分のまあ力もまあ足りなかったですし、そこまで、うん。うん、まあ、なんて言えばいいかわかんないですけど、まあ、一つになりきれなかったっていう感じですか。いや、なんとかしたいっていう気持ちもありましたし、選手も、まあ、そういう気持ちはあったと思いますけど、本当に大事な時に、まあ、いろいろ、こう、選手が怪我とかコロナになったりとか、いろいろある中でも、まあ、他の、今まで出てなかった選手が出ても、なんとなく維持はしていましたけど、本当に大事な時にそれを乗り越えなかったのが、まあ今このチームの状態じゃないかなと思いますし、まあそこでやっぱり、まあ壁を乗り越えない力がないところが、もう本当に分かったっていうか、うん、まあ今勝っても本当に意味がないところで、でもまあ今回の試合は、まあ最後締め切るところで、まあ来年につながる、そういう試合になると思うので、まあ気持ちは勝ちたいんですけど、うん。まあ選手はもう大怪我しないようにするの一つ、うん、まあ大事さじゃないかなと思いますね。うん。まあ山口が最後の試合ってことになりましたけど、まあ山口は最近すごく調子が良くて、まあ、かなりいいプレスを仕掛けたり、あんま、なんて言うんだろう、守備のところも整理されてるし、状態がいいなって感じるんですけど、まあ、明日対戦相手がどうこうっていうよりは、もちろんやっぱり、これまでやってきたことを、きっちり出す試合になると思うんですけど、どんなゲームに、したいなと思われますか？まあまあ、さっき話してくれましたけど、
まあ、今までやってきたことをやらないといけないですし、まあ、来年になったらまた体制も変わってくるし、まあ、新しい監督がまた新しく、うん、すると思うので、まあ、その前までは今年は、まあ、同じように戦えないといけないですし、変になんか変えても、すぐ選手たちが受け入れることもできないと思うので、まず、もう手術して、90分間戦えれば、まあ、どのチームにも負けない自信は今までもあったので、まあ本当に集中して戦ってくれれば、して勝つと思います。ユーさん自身は、まあ3年間の中での最後のジェフでの最後の試合っていう意味で、はい、今の気持ちはこうどういう感じ、寂しい気持ちですか、ドキドキ、ワクワク、どういう感じですか。まあ、ワクワク感はないですね。今は、もう正直言えば。うん、そのワクワク感はなく、うん、まあ本当に、選手たちが、この時期怪我する人が多いんで、まず怪我しないように、もっと、まあ以前より集中しないといけないと思うので、まあ明日は多分そういう話すると思いますけど、まあそこが一番大事じゃないかなと思います。うん。今日の練習は急遽、公開、ファンの方を、に公開する形に、はい、なったそうですけど、その辺は、ユンさんの判断ですか？じゃあ僕はお願いして、最後の挨拶をできなかったんで、ホームの三試戦で、まあ、サポーターにすごく申し訳ないなと思ってて、まあ、急に、こう、本当はなかったんですけど、急にこう、お願いして、まあ、最後の練習だったので、全体的な。で、それでサポーターに挨拶するのどうですかって聞いたら、まあ、OK にしてくれたので、まあ、最後挨拶できてよかったなと。あ、どんなお話をされたんですか？いや、もう3年間のことをお話しして、まあ、ありがとうございますっていうことと、うん、まあ、本当に、まあ、応援してくれたサポーターに、まあ、ありがたいことと、まあ、J1 に、まあ、連れて行きたい気持ちはあったんですが、まあ、こういう結果になってしまったことを、ちょっと、謝るっていうことと、まあ、今度他、まあ、他じゃないんですけど、僕は他のところ行っても、まあ、このチームを応援するってことですね。それと3年間本当に幸せな、こと、っていうことを、まあ、サポーターに話をしました。まあ、3年間で、はい、やっぱり、なんていうんだろう、まあ、プロとしては、やっぱり結果を残すっていうことの難しさを僕、まあ、なんていうんですか、まあ、そこにずっと向き合わなきゃいけないとは思うんですけど、はい、そのユンさん自身が、ジェフをこう指導した3年間の中で、ユンさん自身がこう監督として、学んだこととか気づいたこととか、なんかその新たに感じたこととかって何かありますか？うん、まあ一人での力では全部できることないんで、やっぱりフロントとか、まあ選手、スタッフ、全員がやっぱり統一しないといけないっていうことを、まあ僕が結果残したところはもうほぼそれが統一して、一つの目標として、まあそこに向かっていくことができたので、まあこの、まあ2年、まあ1年目は本当にコロナで本当に何も考えずにそうやったっていう感じなんですけど、この2年間は、まあそういうところが本当に統一感がなくて、ちょっとバラバラになったっていう、まあことがあるので、まあそこはすごく、うん、反省するところだと思いますし、まあそういうふうに統一させなかった、まあ自分にももちろん、うん、まあ反省しないといけないんですけど、そこをまとめてなかったのがすごくもったいない、そういう2年間だったんじゃないかな、と思いました。うん。うん。ただ一方で、まあ、ソロモンとか、若手が、まあ、ユンさんのもとで、
これだけ若手が育った時期っていうのは、まあ今の、過去のジェフの流れ見ても、あんまりこうないぐらい若手がいっぱい出てきて、まあもちろんコロナの影響とか怪我の影響とかあったんですけど、ただそれでも若手選手がこれだけ出場機会をつかんで、まあ成長できたっていうのはすごくユンさんが、なんだ、残したものとしてすごく大きいんじゃないかなと思うんですけど、ユンさん自身はそれについてはどう？いや、僕、まあ、どこ行ってもそう、若い選手を使うのはもう昔からそういうふうにしてきてるので、やっぱり、上手くて、いい選手だけで、もう10年行くことはできないんで、まずチームが上手く行こうとすると、やっぱり、下の若い選手たちを育ちながら、やっぱり結果を残すようなイメージをしないといけないですし、結果を残したとしても、やっぱりすぐ落ちてしまうと、もう、無駄なので、意味がないので、うん、それを維持するためには、もう下の選手を一緒に育てていくイメージがないといけないと思うので、うん、まあ、ベテランって言えば、本当にもっと模範になってくれる選手じゃないと、まあ、いけないと思いますし、まあ、その選手が、そういう選手たちが多いから、すぐ違うに行くこともできないと思うので、うん、まあ、そういうところのバランスが、すごく大事だと思いますね。で、それをやっぱりフロントと現場の人たちが、やっぱりコミュニケーションが大事だと思いますし、そういう考え方をお互いやっぱり共有しないと、チームってうまくいけないと思うので、まあそういうところが、まあうまく、話ができなかったのは、すごく残念だなと思います。で、今の若い選手たちは、まあ運もよく、まあこういうチャンスをもらったのを、もうこれで終わりじゃないんで、また新しい選手が入ってきたり、また協力する人が多くなると思うんですけど、もっと真面目にやってほしいところはありますね、うん。ここでもう試合出たから満足じゃなくて、もっと努力してほしいところはあります。僕らメディアの人間としてはユンさんが途中からこうずっと日本語で対応してくださったのが、はい、嬉しかったです。あ、そうですか。いや、今日も最後挨拶、日本語でしました。あ、そうですか。はい。ちょっと恥ずかしがったんですけど。はい。まあみんなどういうふうに受け入れてくれてるのかわかんないんですけど。よかったです。あ、嬉しいです。ユンさん、多分日本語が、この1年ぐらいでめちゃくちゃまた上達されたんじゃないかなと思ってます。ああ、もう。ありがとうございます。もう皆様おかげさまで。うまくなりました。もっと。ありがとうございます。はい、最後に、まあ、一応サポーターの皆さん、改めてですけど、サポーターの皆さんに向けてのメッセージという形で、言葉をいただけたら嬉しいです。いや、本当にもう3年間本当に応援、まあ、コロナの中でも応援してくれたサポーターとか、いろんな人に、まあ、感謝の気持ちでいっぱいです。まあ、みんなの夢にあった J1 っていう舞台に、まあ、行けなかったのは本当に申し上げないんですけど、まあ、自分なりに、まあ、頑張っていましたけど、うん、でも、まあ、自分が足りないところは、まあ、絶対あると思っているので、まあ、すごく反省しているところだと思います。それと、まあ、いつか、まあ来年になるかもしれないですけど、もっと、うん、チェップが違うに行けるように、外で、うん、別のところで応援したいと思いますし、まあ最後は、明日の試合、勝って今年、うまく締めたいなと思います。本当に、ありがとうございました。ありがとうございました。ユンさん、ジェフのメディアの人間をいつか焼肉にでも連れてってください。いやー、僕結構セレッソでも行きましたけどね。あ、そうなんですか。はい、一緒にサッカーもしたりとかして、はいはいはい。夜はなんか食事会とか一緒に行ったりとかしましたけど、そうなんです、ね。まあ、このコロナがもう人間を完全に変えちゃいました。そうですね。はい。僕もユンさんと一回ボール一緒に蹴らせていただきたいなと。はい、もう本当に一緒にサッカーもしたかったし、はい、一緒にこう飲みに行きたかったんですけど、はい、うん。まあ、それでお互いもっとこう、うん、ね、こう、知っていればもっといろんな話がもっとできたと思うんですけど、
それができなかったのが本当に残念だなと思います。いや、もうそう言っていただけるだけですごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、明日の試合、最後楽しみにしてますんで。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。すみません。ありがとうございました。